津波君藤川君のワールドカップなんて怖くない。これじゃあもしかして津波さんが歌ってるやつ。CD よ。おお、いい歌だなこれ。ブルー分かんないですね、大手な声で津波さんの声。いや、ここはみんなで歌ってる。あ、そうかそうか。この後にソロが入ってる。あ、ソロが入ってる。ということでですね、今夜1曲目のゲストコーナー、ベルマーレ平塚の津波選手とベルディ川崎の藤川浩二がお送りします、はい、ワールドカップなんて怖くないでございます。はいはいはい。実は今日なんと、はい、藤川さんからユニフォームの方ユニフォーム着ちゃってるもんね。いただきました。ありがとうございます。もうなんかちょっと新婚旅行っぽくて、はい、いや、いいじゃんね。なんかグアムに一緒に来た2人って感じですよね。飛行機の理想だよね。いそういそういそう。空気さんないの。僕はいいハワイの、それ俺の T シャツですよ。サイズがないんですか。2枚しかない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに怒ってます。これ来て今度の水曜日応援してくれって。そうそう、自民の選定は国立ですから、ぜひ。すいません、その日もね、いけないんです。返して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 。でもこれ欲しい。いけない人はもらうべきじゃない。お前もいけないじゃんかよ。そうでした。一緒に仕事してくれ。この間のベルディ製のチケットみんなにあげたのに、それもね、行けなかったんですよ。行けなかったもん、みんな。っていうか、みんな行ってない。小塚君置いてあんだもん。置いてないです、置いてないです、置いてないです、置いてないです。代わりに俺が行ったじゃん。いたな、お前。試合してたから。どうだったんですか、試合の方。いやいや、勝ちましたよ、ちゃんと相手が。ベルマーレめちゃめちゃ簡単。アテロの寄り切りみたいなので、トンって。おお、やべえ、やべえ。4-1ケタグリに来ようとしたと。4-1でベルマーレ。もうもう4-1ベルマーレ。もうちょっと来ればはたき込みしちゃったけど、もう全然もう手元がない。胸を貸したって感じですか。胸貸したね。もう胸貸されて、私たちはちょっと胸舐めたって感じだもん。それでも広まなかったって感じ。それはもう素直にもう邪魔気を認めて。いや、もう本当にもうこの前の試合に関しては、乾杯。あ、ごめんなさい、乾杯。僕なんかね、ベル、今はベルマーレの選手だけど、以前は読売クラブとベルディの選手、古巣のチームですよ。途中から涙出てきたもん、俺。なんかかわいそうになっちゃって。ベルディがあんまりひどいから。途中からでしょ？途中からでしょ？途中から。僕、前半一歩で。それ、花粉症だからだよ。お前もじゃねえか。花粉症で。なんか変な感じですね、そこで試合してたお二人が、うちのラジオ来たら。俺はベンチだけどね。まあそうなんだ。試合前はですね、LD 調子いいよってずっと言ってたんですよ。そう、試合前からね、まあ、電話がつながりたいんですけど、突然ですね。電話をつなぎたい。うちの高木に、日本代表、ずっと代表だった。この間ね、1-4の試合の1点を決めた。そうですね。それはすごかった。本当に、直伝するんですか、ここ。直伝ちょっとしたいと思います。すごいですね、携帯見ながら電話してますね、藤川さん。三四携帯にも四点八四一二六良い風呂で。びっくりした。びっくりした。番号言わないもん。それもびっくりって感じ。もしもし。もしもし。はい、高木。あ、そうです。なんかなんか風呂入ってるみたいな、なんかすごいとこにいるの。はい。もしもし。はい、もしもし。はじめまして、井出と言います。あ、どうもはじめまして。こんにちは。高木です。あ、どうもこんにちは。こんにちは。レアップです。あ、どうも。こんにちは。こんにちは。どこにいるんですか、今、高木さんは。どこにいらっしゃるんですか。今、ちょっと、移動中なんですけど、車の中で。あ、車の中で。ちょっとエコーしすぎてない？すごい、なんかエコー。すごい、サロンバスの中でカラオケやってるみたいな。そういう感じです。今、どちらの方に向かって移動してるとこなんでしょう、高木さん。いや、もう、家に帰ってます。あ、よかった。俺、サンフレッチェに帰ったのかと思った。古すぎじゃないですか。この間、レールで弱かったけど、高木のシュートだけはね、本当にみんな、ベンチのベルマーレ選手もみんな驚いてました。首も振らずに一番高い頂点のね、ジャンプの頂点のところでこうサイドネットに叩き込む。素晴らしかったです。なんかすごいことになってきちゃって、ダダみたいな。大丈夫でございましょうか。高木さん。はい。あ、大丈夫ですね。あ、治りましたね。治りましたね。電話の方。大丈夫じゃん。ここはちょっと回っちゃってた。なるほど。なるほど。なるほど。どうでした、この間のベルマーレ平塚との試合は。いや、もうなんていうか。最初出だしはまあまあだったんですけど、うん、でちょっと変な形で点取られたのはちょっとショックだったんですけど、その後、まあ、うん、自分の仕事で、うん、まあ、手が取れて、うん、それからいけるかなと思ったんですけど、うん、やっぱり向こうのその流れがなかなか傾いてくれなかったです。でも個人的にアピールになったよね。そうですね、やっぱり点を取るのが仕事ですからね、そういった意味では良かったですけど、うん、
新しいチーム入ってなかなかずっと取れなかったりするとね、どんどん自信なくしちゃったりするけど、これでね、高木は調子よくいけるでしょ。頑張ってね。でもやっぱりまだまだちょっと自分もそのいろんなことを要求しなくちゃいけないとこはたくさんあるし、まだまだこれから頑張っていく。この間俺が出てたらね、あのヘディングシュートはね、入れさせなかったね。あお前ヘディングだけは強いもんな。めちゃくちゃ強いから。高木の肩までいかない。高いもんね。なるほどなるほど。今移動中で電話してて大丈夫なのかちょっと心配になってしまうんですけど、ここでちょっと1枚ですね、その試合に関してのファックスが届いてるんで、高木さんも一緒に聞いてもらいたいんですけれど、ワールドカップなんて怖くない、萩原哲治君から来ております。先日平塚で行われたベルマーレ VS ベルディの試合見に行ってきました。僕的にはやはり、中田の動きが光っていたように思います。期待していた前園はまずまずといった感じ、でももう少し動けるんじゃないかとも思いました。数に関してはちょっと期待外れ、もっと頑張ってほしいです。試合は 4-1 でベルマーレが勝ったけど、とてもアグレッシブないい試合でしたという、津波さんが見れなくて残念だったというのも聞いてます。ハーフタイムは練習したんですかね。津波はハーフタイム一生懸命練習してました。うるさいなお前。自分で言うより人がバレてやらんだよ。それは当然だよね、それね。津波さん怖いな、なんか。それはそうですけど。当然でしょ。とりあえず高木はですね、これからアピールしてですね、ワールドカップの代表のね、チャンスがあるわけです。なるほど。もちろん、ぜひ頑張ってほしい。もちろんそれは高木さん狙ってますよね、ワールドカップ代表とか。そうですね、やっぱりみんなにチャンスあると思うんですよ、それは。だからそう、この J リーグっていうのはすごくそういった意味でも大事に戦っていきたいと思ってます。岡田さんもいろいろ見に行ってるんですよ、ね。みんなチャンスあるって言ってもね、でもなかなか岡田さん見に来るところポンポンポンと飛んでますから。そう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 。そう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 。高木選手はちゃんとアピールしましたから。結果出したから。それで落ち込んでたのが小島選手。小島よかった。ちょっと一本あって。高木のシュートの前はミスキックが入ってんの。ああそうそうそう、あそうあれそう、あれそう、ミスキックちょっとミスしちゃったんですよ。あとは良かったんですけどね、ちょっと落ち込んでおりましたが。落ち込んでた。セックそういう時に岡田さん来てるから。そうか、来てなきゃ分かんねえんだ。来てなきゃ分かんねえんだよ。見られちゃったからこれはもう。なんかなるほどね。大変ですね。でも高木さん的にはすごいいいアピールになったという感じでございます。なるほど。じゃあごめんね、ちょっと移動中にいきなり電話しちゃって。いえ、大丈夫です。すいません。ちょっと聞こえづらくてすいません。いやいやいや、すいません。またぜひ、じゃあ今度はスタジオの方に遊びに来てください。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。あさって皆さんスタッフ見に来るそうですから、頑張りましょう。はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。すいません。なるほど。中田とかやっぱりすごかったんですか？もうね、うちがですね、結構フリーにさせまして、もう、やっぱフリーにさせたらですね、あんだけの選手ですから、それは面白いようにやられちゃいます、やっぱりね。あ、なるほど、なるほど。中田選手ね、ほんとうまいよ。うまいな。練習やっててもね、ちょっと格が違うんですよ。取れないもん、僕ら。俺が落ちたのかな。そうじゃなくて、みんな、俺もあります。みんな、俺も。ちょっとね、ほんとに自信をつけてね、もう、かなりいい調子ですね。ワールドカップ開けてからも、じゃあさらにどういう調子？さらにいい感じ。なるほど、なるほど。前の選手とかどうなんでしょうか。前園かなりでもキレが戻ってきた感じですけど、どの石はキレが戻ってきてるの。ベルディ のまだ歯車が本当に噛み合ってない感じなんでね、そういう時は全員悪く見えますから。なるほど、なるほど。ちょっとかわいそうだよね。なるほど、なるほど。そんな感じでございましたが、CM の後も引き続きお二人には残ったお話の方聞きたいと思います。CM の後もまだまだ続くサッカーワールドカップ裏情報、あの選手の秘密を大学ろ、あなたの心に残った涙電力、井出浩二と大ヶ谷のゲルゲットショッキングセンター。さあ今夜はですね、ベルマル平塚の津波選手とエーベルディ川崎の藤川コーチに、またサッカーの話聞いております。聞いております。ってまずいな。なんで脱ぎしましたよ。脱ぎだけになっちゃいましたからね。いや別に脱いだだけですよ。もう生着替え、生着替えですよね。ニットの上に来たユニフォームの下からニットが出てくる。ニットが出てくる。すごい。でみんながニットしちゃってこれおいそう、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 おいそう。藤川さん絶対喜んで、絶対ね、ギャグ言う時ね、俺らから目そらやっと分かってきました。やっと分かってきました。ありがとうございます。そんな感じでちょっとここでお知らせが一つ。3月29日の日曜日10時半からここお台場日本放送で僕たちがサッカーイベントを行います。お楽しみは盛りだくさん入っておりますんで、ぜひぜひご来場ください。いや何やんの。日本放送7階ですよね。7階、確か7階ですよね。空中庭、空中庭、空中庭、空中庭ですよね。だからほらクイズ大会だよお前。おお、この間行ったあのジレット、ジレット、ジレット、ジレット主催のですね、あのヒゲ剃り大会とかやるんだよね。クイズ決勝大会ね、世界大会決勝大会、世界大会でしょ。すごいよ。今ギャグ考えてますよ。めちゃ合わないから。10時半
半から7回で10時半から7回でそれだけは間違いない、うん、あ間違いないよろしくどうぞよろしくどうぞ同じこと言ってないおもろいな、ということでサッカーのお話なんかいっぱい来てるんでございますが、はい、ちょっとここでさらに、個人的なお知らせは3月2日それはもうやったやったやった個人的なお知らせとりあえず CD ですよね津波さんあ、そう CD 先ほどの CD あとあのほら、裏面カップリングがですねカップリングがですね私の作詞のおっ作詞作詞までやってるんですよラップゲッパラップ調のアルゼン対アルゼンチン戦の試合運びを私が作詞しました歌詞とかすごい面白いですよラップ俺勉強しましたプロが気に入ってるというプロがこの日あ、そうそうそうあとですね何これあの水曜日ですね、はい、あのベルディの国立の試合で、はい、あの V6 が来る V6 って書いてあったのV6 が来るんですよあそれはさすがだよねあの生で歌っていただく君が代は歌えないんで違う歌なんか白身が代かなんか歌うんじゃないですか、ね、分かんないな君と白身じゃ全然面白くねえんだもんねあどういうことねこれのねゲームではあの僕らのお前森進一さんが君が代を歌っていただきましたあのちょっと失礼だったですよね何があのテレビでも後から見たんですけど、うん、森進一さんが君がっていう時に笑い声がちょこちょこって聞こえてたでしょ本当？俺はちょうどスタンドにいたっていうかやっぱ森進一さんぐらいのレベルになったら、うん、あのやっぱり国立競技場のさ、うん、代表のゲームで出ていただきたいね申し訳ないよ奥さんも来たんですよマサカさん、僕ちょうど下で会いましてすれ違いましていややっぱ本当にデュエットで歌うんだなと思ったらやっぱり一人でしたね一人決まってたそんな怒んなさっていいじゃないかお前本番中にお前今日やっぱ試合上げながら仲悪いなった V6 ですから V6 ですよ V6 ですよ V6 業界では V6 っていうらしいですよ業界では V6 いや知らないですよ僕は知らないですけど聞いたんですはい、ということでですねさらにここでですね今度番組からお知らせなんでございますけれどですね、はいはい、実はですね、うん、なんと今週で、ワールドカップなんて怖くないは終了いたしますあらもう終わったのおめえがうるせえからだよお前でですが実はですね、来週からはですね、津波君と藤川君のレッドカードすら怖くないなんか前の番組に似てるんだタイトル、はい、ですねタイトルカードのやる内容全く一緒でございますちょっといろいろ大人の事情で大人の事情タイトルだけ変えようかなということになりましてわかりました、まだまだ引き続きハガキの方を勝手な人がいるんですね募集しております、はい、宛先くん、はい、ハガキの宛先の方は郵便番号137-8686津波君藤川君のレッドカードすら怖くないの係まで素朴な質問からいろいろ受け付けてますというわけで今夜はどうもありがとうございましたまた来週からよろしくお願いしますはい、はい、喜んで坂日本代表への質問がけのファックス待ってます津波さん藤川さんへの質問も待ってますあなたの心に残った涙電力井出浩二と大ヶ谷のゲルゲットショッキングセンター